赤月チャンネルのゲストは翻訳者の高橋咲乃さんです。こんにちは。こんにちは。はい、咲乃さんには、私の翻訳者デビューをテーマにお話ししていただきたいと思います。咲乃さん、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ちょっとで、その前にね、テリーさんと咲乃さんってどのぐらいのお付き合いというか、あれなんですか。いや、いつが最初だったんですか。いや、多分フォーラムでお会いしたのが初めてだったと思います。翻訳フォーラム、ええ、何年ぐらい前ですか。いや、もう8年とかになるんですか。あ、そうなんですね、それ以来のお知り合い。一応まあなんかもう恐れ多くて、そんなお知り合いとか言えないですけど、私の知り合いは ね、 ね、そう、私もね、咲乃さんに初めてお会いしたのはフォーラムなんですよ。あの、この今咲乃さんの後ろに出ている翻訳のレッスンっていう本を出されて、翻訳フォーラムの4人の方がね、でその時に記念のシンポジウムあったじゃないですか。あれで初めて咲乃さんの話を聞きました。あの、大学でね、その時はリアルだったんで、確かお茶の水女子大学の講堂にぎっしり人がいて、丸一日やるんですよね、あれね。そうですね。ね、で、その後夜池袋に移動して、シンポジウムのそのオフ会みたいな、懇親会みたいなのがあって、その時に初めて咲乃さんにお会いして、あのね、ものすごく頭の回転の速い方だなっていうのは第一印象でした。多分みんなそうだと思う。早口なだけかもしれない。だけど今年ね、6月にあのフォーラムのシンポジウムあったじゃないですか、まあ、オンラインで。で、またすごく面白いお話を皆さんいろいろ話聞かせていただいたんだけど、今回の咲乃さんはすごくゆっくり喋ってらっしゃいました。ね、修行の成果です。修行されたんですか。いや、もともと何て言うんだろう、人前で話すのとかすごい不得意で、はい、何て言うんだろう、自分が何喋ってるかすぐ分かんなくなってメモを見ながらだったんですけど、はいはい、なんかわりかし最近自分の声が聞こえるようになってきて、やっぱり回数を重ねるって大事なんですね。そうそう、ちょうど何て言うんだろう、翻訳をしている時に文章を読んだ時に、はいはい、その読んでる内容が自分の声ではなくって、うん、はい、人の声で聞こえるようになるっていうのが、私の場所で90年代だった、つまり仕事始めて10年ぐらい経った時に、はい、ようやく声になって、はい、特に英語の側がね、はい、両方の、日本語と英語と両方そうなった時に、あっって気がついたんです。その前は、なんて言うんだろう、自分の声で読んでる感じだったのが、当時の言い方で言うと、当時よくマサスチュアート、マサチュアート知ってます？え、何ですか？マサチュースチュアートって言ってピンときます？あのね、マサチュースチュアート。ララTV とかそういうところに出てると思うけど、ララTV？ アメリカの、なんて言うんだろう、お料理とかカジノのすごい有名な人なんですよ、はい、で、その前にアメリカにいた時も、はい、1000ぐらいいた時も、とにかく私結構好きで、はい、アメリカの、いや、というかアメリカというか、その家事とか普通は普通にできるんだと思うんですけど、私全然、はい、できなくて、家事が昔から家事は活字で読むものみたいな婦人の友とか暮らしの弟子とか一生懸命読んでてそんな調子だったから、そのアメリカのマサチュアノの番組とかのそれ結構好きで、毎回当時見て、はいはい、もうある日読んでたら、英文読んでたら、英文がマサチュアノの声で聞こえてくるという、でほら、当時で言うとね、そうですね、子供と一緒に生き物地球気候とか見てたから、はい、宮崎美子さんとか、はい、そういう声で聞こえてくるわけですよ、ね。へー、ということに、はい、気がついて、自分の声じゃなくてね、はい、何の話してたんですか。ゆっくり話すよ。そういうのがようやくだったんですけど、それからまたその20年ぐらい経って、しかし最近自分が喋っているときに、はい、自分の声が人にどう聞こえているかっていうのが、はい、少し気にしていると聞こえるようになってきた。うん、へえ、初めて少しゆっくり喋れるようになりました。だってかなり今日だってゆっくり喋ってらっしゃいますよね。
いやいや、普通に会話すると。すぐ早くると思いますけど、あの、普通に喋ってるときに自分の声が聞こえるようになって、多分ね、だから、あの、もしかすると、それって普通の人はずっと前から聞こえてたんだろうなと思うんです。自分の声をですか？うん、うん。いや、私は自分の声を、あの、自分の声って実際の声と違うじゃないですか。自分が喋って聞いて、自分の中で聞いてる声と、こうやって喋ってる声を外から聞くと違うから、すっごくそれが嫌だったんですよ、最初は。うん、だけど、まあ、何回もやってるうちに、その声に慣れてきてるんで、全然嫌ではないんですけど、さすがにやっぱり自分の声は自分の声として聞いちゃってるんですよね。っていうか何の話してんのこれ。お見合い記者デビューの話に戻さないと。そうだよ。そうですよね、うん。でもちょっとね、そこが最近先野さんゆっくり喋られてるなっていう印象があったので、その話をしてみました。まあ、もちろんその、あの、コロナの影響で、はい、ズームで授業をしなくてはいけなかった。ああ。授業もやってるので。はいはいはい。というのももしかするとちょっとあるかもしれない。そうですね。確かにあるかもしれないですね。あの、リアルで学生さんの目の前で喋るのと違いますからね。相手の反応も分かんないしね。そうそう。契約をあの学校で教えるということを知っていないので、はい。あの、あまり、なんて言うんだろう。うんうん、やっぱり喋るのに慣れていないところがいやいや、分かりやすいですよ。で、その、戻しますけどお話を、あの、翻訳者デビューって大体どのぐらいからお話ししていただきましょうかね。例えばあの学生さんの時英語が好きだったとか苦手だったっていう人も結構いるんですよ。マーケルの前史から言うと、はい、私いわゆるところの当時そういう言葉なかったんですけど帰国子女なんですね。はい。で、あの、何歳ぐらいからどちらの国にいらっしゃる？オーストラリアというところに。中二の9月に行きまして、はいはい、で、あの、その時学年を下に入って、それから学年上に行って、はい、で、また下がって日本に行ってなんてことやってて、はい、なんだかよくわからないんですけど、ともかくあのオーストラリアにいたのは、はい、まあ、3年弱なんですけど、はい、学年は5つぐらいやってて。はい、でも、あのね、面白くってまた達成しますけど、はい、あの、そのずっとあって、後に、はい、子供を連れて、はい、まあ、1ヶ月半ぐらいアメリカに滞在したことがあって、その時子供ちっちゃくてね、まあ、はい、1歳と3歳とか2歳と4歳の頃、うん、まあ、たかだか1ヶ月半、はい、それから次に、2001年にアメリカのノースカロライナ州というところに行くんですけど、はい、1年弱行って、はい、でそれからあのうちの上の子があの大学の交換留学みたいなんで、はい、あのそれからニューヨークのオルバニーというところに1年ぐらい行って、でそんなんでいろいろやり取りしたりして、はい、まあ、あの、ある程度意識的にということですけれども教科書とかね、うん、あのそれぞれの教科書とか学校での学び方とかそういうのがこうようやくいろいろ足すと自分の弟とかねとあの年下の弟がいるんで、はい、で、はい、いろいろ足すとなんかこうあの大学から大あじゃあ小学校入学前の K ですね、キンダーガーデンから、はい、あの大学院ぐらいまでこういろいろつながる感じ、あ、全部足すと足すと、で、なんとか経験できたかなみたいな。なるほど。ところがあって、はいはい。はい、また何の話してたか。中学の時にオーストラリアに行った。そう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 。でも最初に中学の時にオーストラリアに行かれた時は、英語は見聞きって喋ったり聞いたりできたんですか？その行った時点で。普通の中二の子が普通の中二の子がいきなり。うん、そうです、オーストラリアに、ね、現地の学校に入った。うちの父があの日本語の先生なんですね。はい、日本とか日本語学の文法学者で、はい、全然その英語が得意な海外駐在の家の子とかとは私全然違って、それで、はいはい、あのじゃあここに住みなさいとか言われたのがその大学の宿舎で、はい、その大学のあったところも結構な労働者街なんですよ。はい、
おそらくボルンの郊外の、はい、でそこの、現地校っていうんですか、うん、一番近くの学校に、はい、もういきなり放り込まれて、で結構、当時だとね、イタリアの移民とギリシャの移民が多くて、はい、で彼らのなんていう、多分別称なんですけど、ウォークっていうんですね。うーん、でウォーククラスって、これ別称なんですけど、はい、英語ができない子のクラスっていうのがあって、はいはい、で普通のクラスの中にそういう子の割合が多いクラスになって、あでそのウォーククラスとか行ったら、なんか全然喋れないイタリアの子とかがいっぱいいるんですよ。はい、日本人は先野さん一人。はいはい、一人ですね。ただ、面白いもんで、もちろんその日本の中にって結構読み書きなんだかんだってできるんですね。はいはい、だってそのイタリアの移民できた子やなんかよりは。はいはい、ところがですね、あっという間に彼らは喋れるようになる。あ、そうだ。面白いな。へえ。やっぱりね、ヨーロッパ語感は近いんだなって。うん、まあ日本語と英語はね、全然違いますからね。と悔しかったですよね。ビッグスも分からなかったから、なんでこの喋ってんだよみたいなね。面白い。まあ多分ね、言葉との相性みたいなのもあって、はい、私子供2人いるんですけど、うん、1人の子がすごく言葉と相性がいい子で、彼女のピックアップのスピードなんか見てると、私なんかよりずっと早いなっていうのは、うん、もちろんそのなんていうかしら、翻訳者の親がアシストしてるっていうのはもちろんすごく多いんですけど、はいはい、なんかよく耳のいい人は上達するのが早いとか言いますよね。多分ね、もちろんそれはうちの上の子を連れてた時6年生だったんですけど、はい、6年生と中2の間に意識位置がありますね。それは私だけではなくて、わりかし、うん、ポピュラーに言われていることだけど、うん、ちょっと超えちゃってたんですね、うん、もっと上だと文化のピックアップスピードはものすごく速いわけですよ、はいはい、AFS ってなんだって大体高校生でやるわけじゃないですか、交換留学っていうのは、うんうん、で小学校のその言葉をネイティブで覚えるのにも間に合わず、うんうん、文化をガンガン仕入れるというところにも間に合わず、うん、すごい中途半端なところに行って、うん、しかもなんか非常に緩い親でほっぽりっぱなしだったんで、なんて言うんだろう、うん、アルバイトとか夏休みのアルバイトフルに2ヶ月近く、うん、近くの工場に行って、はい、働いて、そんな若い時ですか？そう、カードってわかります？グリーティングカード。はい。で、まあ、グリーティングカードをね、はがき、封筒とカードをセットにする。はい。っていう工程を、多分、高校生が休みの期間中に1年分やるんですね。でその班に入れてもらって、そこの班の元締めは経験者の1年上の女の子っていう、うんだったんです。その先野さんもだんだん喋れるようにはなっていったわけですよね。まあなんかね、なんか Have got a pen とかってやったんじゃないかな。Do you have でもないし、Have you でもなくて、オーストラリア Have you got だし、で全部A は I だしね。はいはい。そうですね。メールがマイルになっちゃいますからね。そう。うん。よくわかんないけど。じゃあ、オーストラリアにはじゃあ3年 ?4 年いらっしゃったんですか？ 3 年弱ですね。3年弱。3ですかな。で、日本に帰ってきて高校生ですか？そうですね。うん、これはダメだと思って、1年落として、うん、フリス校のちょうど募集のあった都立富士高校というところに潜り込みまして。はい。高2ですか、じゃあ。高1ですね。あ、高1に入った。はい。そこで、だから1年落としてる。はい、はい。ね、うん。で、帰ってこられて、高校3年間過ごされて、大学に入るってことですよね。なんかちょっとその間1年たぶついてますが。まあ、大体基本的に当時だと、みんなでわーっとこう取り組みに行って、はい、そのまま横移動して全員で寸大に行って、はい、
予備校行って大学に入る。でその時は担任習ってみんな住んだりしてたの昔から。そういう時代。昨日寸大でやってたあれねとかなんとかやってるわけですよ。なんかその時間の、そのうちなんか禁止規定があってダメだったみたいですけど。なんだそれ。で大学はどう何を専攻され、何学部に入られたんですか。あの理系と文系ぐらいの区別しかない緩い学校だったので、はい、あの東大の理科に緩いというところに入って、はい。はい。で最初はもうちょっとね地質学でやるつもりでいたんですけど、あの地質学をやるためには天文学も取らなきゃいけないとかいうのを、なんだかんだやってるうちに天文学を取り損ねて、はい、取らなくてもよかったのかもしれないけど、そのうち面白くなって、これはっていうんで、あの林学科というところに生態学ですね。何学科ですか。今ちょっと聞き逃しちゃった。何学科。農学部の林学科というところ。林学科。農学部なんだ。で、生態学のメッカですね。生態学をやるんだったらそこしかないみたいなところ、はいはい。にもかかわらず、あの生態学じゃなくて分類学といろいろやってたんですが、はい、なんか分類学で辞書作るような作業でね、なんかほとんど一緒なんですが、言語学と。でそんなんでいるうちに、はい、あの悟ってしまったんですよ。何を人の研究の話を聞くのはものすごい好き で、はい、で昔からあのいわゆる大学のサークルところであのいわゆる科学室とかね、科学っていうのはサークルではやってて、はい、今もずっと続いてるんですけど、その質問は、はい、人の話を聞くのはものすごい好きなんだけど、うん、だから研究で先輩の専門の話を聞く、あの先輩の話を聞くもいいんだけど、はい、先輩ね、山の中にいるとあの寂しくなって都会にで、ダメだって言うんで、終始で抜けまして。あ、そうだ。嫌いになったわけじゃないんですけどね、現場に持てないんですよね、フィールドに対して。はいはい、うん、あのすぐ都会や町の日が恋しくなってしまう。なるほど。はい、山の中で、はい、私の周りでも山の中に1ヶ月いても2ヶ月いても大丈夫みたいな人たちで。じゃあその、うん、それを抜けられて次は どこに行かれ、何に行かれたんですか。翻訳者になりました。あ、そこで翻訳者になられたんですか。はい、あのいや真面目に就職しようと思って就職活動もやったんですけど、はい、もうこの話はもういい加減にやめろとよく言われるんですけど、毎回同じ話しかなくて、なぜ同じ話しかないかっていうと、求人票って出てるじゃないですか。